発見ツイッター探偵団今話題のツイッターをピックアップしてご紹介いたしますえツイートしたご本人に視線交渉する耐当たり企画でもありますはい、12月28日水曜日午後10時となりました視聴者の皆さん本日もどうぞよろしくお願いいたしますお願いいたします はいえー、本日のお相手えー、中野幸一郎えー、中野幸一郎じゃねえよ吉田幸一郎中野区議会議員ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそして、はい、えー、MC はいつもの長尾隆前衆議院議員です今日もよろしくお願いいたしますはいどうぞよろしくお願いいたします寒いですねはい、えー、実は私は今こんなものを飲んでいるんですけどねおお洒落お洒落なんだろう これ今あの番組がね始まる前あのスタッフさんやあの吉田議員と何を飲んでるでしょうかっちゅうことでねあの当て物クイズをやってたんですけどこれあのもしよろしかったら「何かと何かを足して飲んでいる」ある一時期あの期間限定で発売されていたんですけれども。 期間があの終わっっててしまってですねあの我が家でちょっとつけてみたらおおんだできるじゃないかということでまあ多分これね今冷たくして飲んでいますけれどあったかくして飲むともっとおいしいんじゃないかなって思っておりますんでまあ,あの勝手にですね何と何ってあのチャット欄にあの書き込んでいただけたらあの番組の最後に正解を言ってみようかなと。絶対にこれ皆さんね あの作りたくなりますんでね、あの楽しみにしていただければと思います。えー、吉野議員は、はい、えっとまだあれですか、あ夜景周りで今、はい、帰ってきたところというところでしょうか。ところでございます。あの三十、うん、日まで毎日あると思います。はい、頑張ってください。はい えー、それではあと今日のライブアンケート、まあ昨日の続きなんですけど、まあ無茶ぶり P からあのもう1回やってくれという話でしたので、えー、チャット欄ご覧ください。来年より「勇敢フジ」とコラボ新企画「文化人放送局2」のお昼のニュースヘッドラインライブを企画中番組が始まったら1視聴する2絶対に視聴する3時間的に無理 4文化人以外に見ている番組ありということでこれもですねあの、22時45分までの間にアンケートのご協力をいただいてこのアンケート結果次第でこの企画が通るか没になるか、まあ、そういう,こう判断材料になるんじゃないですかね。はい、ぜひともあのご協力のほどよろしくお願いいたします。いますはい。 えーとつい先ほど私もあのテレビ冒頭見ておりましたらあの下関、えー、山口県の、えー、安倍晋三事務所がね、えー、31年間、えー、のお、まあ、幕を閉じたということで昭恵<ー>夫人がね安倍晋三の看板を外している風景がありましたけれども吉木なんかその辺ご覧になりました いいやいやもう全然、うんあのい、一生懸命地元をぐるぐる回ってたんで、うん、あ,のあんまテレビ見てないです <laughs> その件については何かありませんか。いやー、感無量ですよっていうか、うんあの、もっとあと、もっともっと長い間ね、あのー、看板を掲げてご活躍をいただかなければいけない人だったのになーっていう、ですねいきなりそれが断ち切られて、ですね本当に世界の損失ですよねそうですね。 まあちょっとあの年末にまたあの悲しいニュースでございましたがスパチャいただきましたえと剣健次郎さんとお読みするんでしょうかね1600円ですどうもありがとうございますえありがとうというえなんかあのメッセージをいただいておりますこちらこそありがとうございます それではスタッフさん1番、岸田政権の行方ということで番組構成始めさせていただきたいと思います。門田隆将さんのツイッターですね2ヶ月で4人閣僚交代の岸田政権等の首相は BS で増税の引き上げ時期を決めた後に国民の審判を受ける機会があるとの認識を示した。は 引き上げの是非を問うのではなく決定後に審判を受けると国民をなめられたもの国民もなめられたもの日本を潰すこの財務省傀儡政権はお引き取りください。吉田議員一言どうぞ。いや、本当にね、あの まあ、もちろんね、あの今日,今日かな、今日昼間、あの木原あの副長官が、えー、誰の番組かなあの、テレ朝の番組に出てですね、うん、その、えー、民意の,その、まあ、審判の受け方は、この,その、なんか政策課題の前にあの受けるのとあのそ、それをやったあと、あで審判を受けると、まあ、2つあり,あり得るんだっていうようなことをおっしゃってて、 一般論としてはその通りですよ。一般論としては。だけども、どっちがより丁寧で民意を反映するような手段であるかといえば、当然、決める前に民意を問うと。それで、その結果を受けて、やるやらないを決定するっていう方が、より直接的に民意を尊重し、そして反映しているというのは間違いなくって、 あの簡単な案件だったら、あの選決とかですねあの、地方議会でも首長があの選,選決をやってしまって、あとで議会が承認ってことはあるんですけど、税金っていうです、ね、政治の根幹に関わるところはやっぱりあの、これまでの歴代政権も、ちゃんとあの、えー、消費税増税の前に解散・総選挙で党とか、やっぱそれがやっぱり、だと思いますね,ねえ。 皆さん、増税をしますのでいかがでしょうか、選挙でそのご判断をいただきたい、これが当たり前の順序ですよね、増税を決定して、だよ,よく分かんないね、これね、本当に、これってこのままもし突っ込んだら政権持ちますかね、後者の,の方で言ったとき。 だからほん普通の国だと持たないんですよ。うん、ところが、我が国はまともな強い野党がいないので、それでもこんなアホなことをしてでも、あのまあ、変な、売国、他の国から来たような政党に、政策与奪の件国民の命を委ねるわけにはいかないから、泣く泣くね、あのその増税自民党さんに。 あの選挙を勝たせなきゃみたいに、そういうね、選択肢があるようでないようなことを国民にね強いちゃいけないと思うんですよ。それだったらもう議事、政権交代ってま自民党さんは昔よくありましたけど、党内の,あのに良識的なというか、方々いっぱい、力のある、あるいは数のある方々がいらっしゃるんで、党内でそういう自情作用を働かせていただきたいっていうふうに。 まあ国民は一流の期待をするしかないっていう、そんな感じになっちゃいますよね。そうですね。関連してね、スタッフさん2番お願いします。MI2 さんのツイッターですね。内閣支持率声明について、木原政治内閣官房副長官がこんなことをおっしゃられています。一つはよく言われている、なかなか説明が十分に国民の皆さんに政策も説明が行き当たってない。染み通ってないのが原因で、原因があると思っている。うん、だいぶずれてると思うよと。でもね、これね、 説明が行き当たってないっていうんだったら選挙でちゃんと説明をして皆さんいかがですかっていうのは王道だと思うし木原副長官、こうおっしゃるならこれを実行すればいいと思うんですけどどうですかねいや、本当あの、実行すればいいと思いますよ。うん、あのなんだろうな、いろんな局面によっていろんな言い方はあるんでしょうけど。 これはちょっとね、あの自信過剰であの、自分たちは正しいのに国民の理解が足りないって言ってるようなもんですよ。うん、いや、本当にそんなあの上から目線であの自信を持ってあのせ、なんだ、断行するような内容ですかっていうふうに、に聞きたいですよねまあなるほど、上から目線にも聞こえますよね。はいう バカな国民がね、俺たちが今度一生懸命説明してるのにね、分かんねえのかって、だからそういうふうに聞こえますよね、あごめんなさい、どうぞ。あいやいやあの、同じことを申し上げようと思って、はいうんまあ、野党がねだらしないっていうのもあるんですけれど、大体<う>、まあ、一般論としては、まあ、自民党の中から、あのー、いろんなうごめきがね、 あるとしたらだ大体理由は一つ,つはこんな総裁の下では選挙は戦えないという雰囲気になるともう一気に総裁下ろしがあの始まります選挙の直前によくあるあのパターンですよねで2つ目は特に岸田政権に言えることですけどまあ大派閥が岸田政権 あんまりね手続きを無視したようなことをするようであればあんまり過去総理経験者もういくらでもいますからねそのアドバイスを全くこう保護にするようなことを繰り返すんだったらもう支えないよと支えないよということは要は引きずり下ろしにくいまあ大体この2つですよね党内のうごめきについてはねまあですからね あのまあとりあえずあれもう閣僚人事はもうしないんですよね。なんからそんな報道がありますよね。あの内閣改造はと当面、ね、しないみたいなあのまあ観測ですよね。ねあのそう約束したわけじゃなくそうですよね。最初はね1月の10日って話もあったし、はい、まあでもねあの閣僚が4人え皇太子あとはまあ 不本意ながらあの杉田水脈政務官も辞任ということになったら相当ね、あの小規模な、いや、小規模どころか相当なあの閣僚人事やったのも同じなんでね、まあ多分これ、このままあの問題となるようなあ目を摘んでしまうという言い方がいいかあ分かりませんけれども、まあ、このままあの突入するんでしょうな。えー まあ冒頭解散なんていうね話もあの出てきておりますけれども、まあ、じゃあ次いまいりましょうかあの話はすきません、はい、3番いきましょう白川司さんのツイッターです。えー、戦前からずっと日本のアカデズミズムを真っ赤に染めてきた日本学術会議の問題が広く認識されるようになったのは杉田水脈さんが国際社会に潜伏している反日勢力と。 地道に戦ってきたことが大きいまあ、本当まさにその通りですよねそんな貴重な政治家を守れない首相なんて存在意義があるのかまあ、杉田議員のね辞任というのは大臣政務官に就任して以降にま何、あ、か問題があったということではなく落選中民間人の時の発言であったりまあ、その後のね まあ,ある一定のこうほとぼりが冷めたところでまたこう蒸し返すような形でできてきっとこの白川司さんのご指摘にあるように杉田た議員が政府要人でなくなり野に放たれて野生に戻って自由に活躍できるようになるとま,あまたこういろんなあのよからぬ攻撃をしてきかねない。 これ白川さんのご指摘、僕もその通りだと思うんですが、吉田議員いかか。がですか本当そうですね、あの特に、まあ、僕、杉田さんで印象深いのは、はい、あの国連に行ってね、はい、例の,の慰安婦強制連行みたいなあ、ね、捏造について、はい、やっぱりそ,のそういう慰安婦問題っていうのって、男ってこう、日本の、まあ、間違っていない部分を主張すると、 あの女性の痛みがわからないのかみたいなその理不尽なことを言われたときに非常にこう戦いにくいんですけど女性であるところのまあ杉田さんとかがですねあの日本軍はそんな強制連行とか虐殺とかしてないというふうに言って女性が言っていただけることでそのまああのまあ聞く耳を持ってもらえるというかそういう面があって非常に 大切な仕事をしてくれたととといいうことがあると思いますで国、日本は国連侵攻、国連の人はみんないい人で正しいことを言ってるんだと思ったら、もうなんかむちゃくちゃな人たちに振り回されるだけの存在だったっていうことをあの分かって、ちっむちゃくちゃに振り回す人たちというのが、日本の内と外にいて、非常にこう連携を取り合ってるっていうことも、やっぱりその非常に光を当ててくれたのは杉田、まあ、美桜先生だったわけですよ。 もちろん他にも一生懸命その仕事をされた方いっぱいいますけれどもあの、本当に貴重な存在ですよね。あのだからこそ、恨まれ、憎まれ、切り取りと、レッテル張りと、あのそういう,、まあいう、全然違う意図のことをこう無理やりねじ曲げて、あの差別発言をしたみたいに言われたり、でこれを変な左翼団体だけでなくて、まあ、大新聞がですね、 まあ赤日新聞とか、毎日新聞とかね、トンキン新聞とか、こういうところも、もう、あの寄ってたがってやるというところにも、日本のメディアの醜悪さが本当にね、あの、宿はもう、もう、もう本当にこれが象徴的に表れてますね。